南朝鮮の CBS 放送によりますと、20日、南朝鮮はメソジスト教の団体からなるメソジスト教自局対策委員会がサード配備反対の声明を出しました。これより先にサード配備地域であるキョンサン北道ソンジュ郡でソンジュキリスト教連合会がサード配備反対の内容が込められた垂れ幕を設置し、教徒たちを相手にした署名運動に決起し、郡内住民とともにホームページにサード配備決死反対の内容の文を載せるなど、宗教界の抗議の機運が高まっています。一方、南朝鮮のインターネットメディア民衆の声に22日、サード配備の見直しが国民が望んでいることと題した社説が載り、サード配備反対ピョンテク対策委員会は20日、ピョンテク駅広場でサードの南朝鮮配備反対の集会を、サード配備反対のための全国対策会議は21日、ソウルの傀儡政府合同庁舎の前で、サード配備反対闘争を弾圧しようとする保守当局の陰謀を非難する記者会見を開きました。タプタ、南朝鮮の KBS 放送によりますと、南朝鮮で生存権獲得のための労働界の闘争が拡大しています。金属労組のヒョンデ自動車支部とヒョンデ重工業労組が共同でストを繰り広げました。1万人の組合員が参加したこのストに、サムソン重工業など造船業界の労組も合流し、テウ造船など5つの造船者の労組は集会を開きました。一方、全国民主労働組合総連盟は20日全域規模でゼネストに突入しました。朝鮮人民の偉大な祖国解放戦争勝利63周年にちなんで、パキスタンの新聞エレクションタイムズ19日付に、朝鮮の7月27日と題した記事が載りました。朝鮮人権研究協会スポークスマンの回答の内容を指示して、16日スイス朝鮮委員会とスイス著者思想研究会が共同声明を出しました。声明は、幼稚な方法で共和国の女性の公民を拉致し、朝鮮民主主義人民共和国の安定を破壊しようとする南朝鮮当局は、極悪な人権蹂躙者の犯罪組織でテロ分子の集団だと述べています。カナダ世界研究所が16日のホームページに、朝鮮に対する新たな制裁はすなわち戦争行為と題して、朝鮮人民の正義の引用を支持する文を載せました。以上でニュースを終わります。チョジョンウルがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。朝鮮の声放送へようこそ。朝鮮の声放送へようこそ。となる内容をお送りすることにしましょう。はい、今日はピョンヤンのモニュメンタルな建造物、ピョンヤンのモニュメンタルな建造物についてご紹介しましょう。訪朝した多くの外国の人たちが訪れるところは、まずは地中思想塔と凱旋門ですね。はい、地中思想塔と凱旋門は不滅の父思想を創始して、自主の時代の偉大な指導思想をもたらし、抗日革命闘争を勝利へと導いて、国の解放の歴史的意義を達成した偉大なキム・イルソン主席の革命的業績を末永く伝えるために建てられたモニュメントです。そうです。また平壌には党創立記念塔、祖国解放戦争勝利記念館、祖国統一三大憲章記念塔など、主席と総書記の不滅の業績をいつまでも伝えるために建てられたモニュメントがたくさんあります。この他にもまだまだありますが、朝鮮労働党の正しい指導のもと立派に建てられたモダンな文化サービス施設について見てみましょう。この裏ピンは暑い毎日が続いていますが、このような時には市民の誰もが遊泳場に行って暑さを避けています。平壌には誰もが喜んで訪ねている
ムンス遊泳場、ムンス遊泳場がありますね。はい、誰でも一度は行ってみたい、いや行ってみてはまた行きたい思いに駆られるこの遊泳場は、美しいテドン川のほとりにあります。敷地12万5000平方メートルのムンス遊泳場には、各種急流滑り台と数多くのプールがある屋外遊泳場と、総合的な屋内遊泳場、体育館、リハビリ施設のムンス機能回復院があります。施設にこだわることもないでしょうね。そうです。休息と遊泳に必要な全ての条件が揃っています。諸村人民だけでなく訪朝客も足しげく訪ねています。人民の幸せな笑い声が絶えないルンダ人民公園、ウルム乗馬クラブ、メアリー射撃館、人民劇場などなど、ピンヤンには誇りに足るものが実に多くあります。それだけではありませんね。ピョンヤンには科学技術の力で社会主義強国建設の最後の勝利を早めようとの朝鮮労働党の大構想により建てられたものもたくさんありますが、その中の一つが科学技術連動です。科学のシンボルである巨大な原子構造の形でユニークに建てられた科学技術連動は、人民皆が思う存分学べる現代的な科学技術普及の拠点といえます。はい、それで大勢の訪朝客がここを訪れて、科学技術連動は日増しに発展する著存の建築芸術のシンボルだと賛辞を惜しんでいません。また天安には新しい世代と未来を大事にする敬愛する金正恩元帥の配慮によって、子供のための建築物も多く建てられて風情を添えていますね。そうです。平壌育児院と愛育院が子供の幸せの我が家として立派に建てられ、万元で学生少年宮殿が洒落た感じの建物として豪華に建築されました。そして先日は平壌中等学院が中等教育環境のモデルとして見事に建てられ、朝鮮労働党の教育重視の政策と朝鮮式の社会主義制度の優越性をそのまま示していますね。この他にも人民野外スケート場、ミレ科学者通り、平壌国際空港のエアターミナル、ルンダ人民スポーツ公園と平壌国際サッカー学校など、数多くの建物が立派に建てられました。ここ数年の間に平壌の姿はだいぶ変わりました。はい、これを見て朝鮮人民は敬愛する金正恩元帥の指導に忠実に従うとき、この地に世界が羨む天下第一の強国、人民の楽土が建てられるということを改めて確信しています。その通りです。金正恩元帥の指導のもと建設の大繁栄期を迎えた平壌、朝鮮はもっと美しくもっと立派に変わり、社会主義文明強国の未来はさらに早められるでしょう。以上、平壌のモニュメンタルな建造物の一部をご紹介しましたが、どうでしょう、ご参考になったでしょうか。では是非皆さん、次のこの時間にまたお会いしましょう。の熱情についてお話ししましょう。朝鮮に対する日本帝国主義の植民地支配の歴史には、不法極まりない第7条約の熱情も記されています。1905年11月17日、帝帝さながらの方法で1C5 条約、日本でいういわゆる第二次日韓協約をでっち上げて朝鮮の外交権を強奪した日程は、名ばかりの朝鮮の内政権を奪い取るため悪辣に策動しました。朝鮮封建王朝の高宗皇帝は列強の力を借りて国権を回復しようとしました。皇帝は1907年オランダのハーグで行われた第2回万国平和会議に3人の密使を派遣して、5条約の不法者と朝鮮に対する日程の植民地支配の不当さについて世界に知らせるようにしました。
日程はこれを古城皇帝を強制退位させ、初心では朝鮮の内政権を完全に奪い取るためのチャンスとみなしました。古城は日程と親日分子の粘り強い圧力と威嚇に逃げて、軍国大事を皇太子に代理させるという内容の政策に五時の夏印をしました。この政策は後に王権を取り戻すための古城の意図が込められた政策で、決して上位朝食ではありませんでした。ところが一平は古城の朝食を上位朝食だと言い張り、皇后皇太子に譲り渡す上位式を強行して、これをソウル駐在各国の総領事に通報しました。古城を強制退位させた一平は1907年7月24日犯罪的なポイミネガ条約を出し上げました。7つの条項からなるこの条約は、法令の制定など主な行政上の処分は前もって同感の承認を受けるべきだと規定しました。これも足りなくて日程はこの条約を履行するための秘密の覚書を作り上げました。このように強盗さながらの定義7条約は何の法的効力もない詐欺条約、偽りの条約でした。キム・イソン総合大学歴史学部の教師、ハン・ジョンクトさんの話です。国際法上、一国の内政権の異常のような重要な問題を規定した条約は、必ずその国の元首から全権委任状を受けてから議論され、調印されるべきです。ところが、条約に調印した東韓府の東韓伊藤と新一文氏、リー・ワンヨンに全権委任状が発注されたという資料はどこにもありません。また、うつし五条約のでっち上げで外交権を強奪された朝鮮封建王朝と日本の間に締結された定義7条約は、実際上、朝日双方でなく、日本が独自に作り上げたものとして、絶対効力がないでっち上げの条約になります。しかし、日程はこの条約にかこつけて、朝鮮の内政権を完全に奪い取り、朝鮮人民が弾圧する権限を握りました。歴史の事実は、名ばかり残っていた朝鮮の内政権まで奪い取った日程がどんなに悪辣で高圧的なものなのかをそのまま見せています。朝鮮人民は日本の朝鮮侵略の歴史を絶対忘れず、過去日本が朝鮮人民に犯した全ての罪を必ず計算するでしょう。日程による定義7条約の捏造についてお話ししました。